新井正和のスパルタ学園始まりました新井正和のスパルタ学園ナビゲーターの広山です 本日も市川うらら FM のスタジオからお届けいたしますそれからスパルタ王子こと新井先生も後ほどお迎えいたしますそして今回もご降臨でしょうか天の声さんもよろしくお願いいたしますそれでは行ってみましょうこの番組はホルツァの提供でお送りします 改めまししてて広山ですそして新井ですすそ井よろしくお願いします。北村さんとははいこの市川うらら FM の所長様でございます。下の名前は良介様でございます。社長の名前は、えー、里見のり子様でございます。猫局長の名前は猫局長さっきいらっしゃるレオンくんじゃなくてですかもう一度名前をあ、レオくんじゃなくてですかレオくんですね。さあ、じゃ北村さんの3番目に付き合った女性の名前は 三番目に付き合うそうです。一番目はあれで、二番目があれですよね。三番目が運ですね。<laughs> あのうんうん教えていただきますか。<laughs> はいということで始まりましょう。始まります。始めましょう。<laughs> はい、さああとねえー、と冒頭でねこれやー平山さんには関係ないかなと思うんだけどお手入れが来ております、はいえー、ナビデえー、とパンチョさんからですね<あ>ナビゲーターの方に、はい、ありがとうございます。ますナビゲーターの方々に質問がございます。 まあ一般のね一般人の社会から芸能界へと入られてみて一番驚かれたことは何ですかまた入る前に想像していた芸能界と入った後の実際の芸能界とでは何が違うか教えてくださいとおよろしくお願いしますということですけども、はい、まあ君はねえー、っと何まあね実際の現場はまあ出ていないけれどもまあ、まあ、ま一度ね、まあ、一度しかええーまあ、ですけどまあ ただ、あの演技のレッスンとか、まあ、ねていて、まあ、どうかなっていうことですよね。そうだね、ねまあ、結局、あの、まあ、うちのメンバーは。いわゆる、いわゆるですよ、とりあえずか、とりあえず芸能人じゃないですか。<laughs> とりあえずなんです、まあ、とりあ,えずあのね、メーカーにも出てるし。とりあえず芸能人なんですけども、はい、そういう、まあ、あの彼らが芸能人になる前から。 一緒にいるじゃないですか。そうですね。とりあえず芸能人になるかとりあえずその変化とか。何ちゃ芸能人みたいですね。えちょっと思いますよ。とりあえず芸能人なんです。ねえは見てどうなんか感じたこととかでいいんじゃないかな。いやもうなんかサラリーマンやってて思うのがこのなんでしょうサラリーマンとか一般人の世界っていうんですかね。あれって一応タイムサイクルで決まっててルーティン化されたものなので終わりがあるじゃないですか。あるね。 でも、この芸能界って、そのメンバーの人たちの時間みたいな徹夜で超えて、またそのまま次行ったりとか、うん。ゴ、ね、ールが見えないですよね。見えない。まあ、見えるものもあるんですよ。あの、ちゃんとね、うん、システム化されてる場合もあるんですよ。あ、ね、お昼。夜。ね、それちゃんとしないとね、あの、照明さ,さん、先生が、おい,あい,あいあ、おい、おで、照明つけねえよとか。録音できねえな、聞こえねえぞ、払えってとか、始まっちゃうんだよ。必ず一時間ぴったりとるんですよ。あ、そうなん、ね。あ、ちゃんと、あの、会社化されてる。 ところもありますちゃんとと映画会社とか、ねうん、まあそういうところもあるかもしれないんですけどやっぱりあの商品として一般的に出す時は、うん、まあとりあえずじゃあそれだけの要求の分だったらここまでの期限が限界なんでそれは後を入れどんどんやっていきましょうていった、うん、のリリースとかあると思うんですけどそのいったのリリースでも全然妥協しないんですよね本当職人気質の世界が強いっていうかうあとねあの納品みたいなもんですからねえっとそれが1時間なのか 24時間なのか。とりあえずできるっていうことが目的ですからね。はい。うん。そういうような世界かもしれないよね。そうですよね。うん、だからすごくなんだろうその終わりっていうか、そうしてまだなんていうんですかね、終わりが見えないつながりじゃないんですけど、うん、そのレッスンやってと思うの思うのが正解がないですよね。正解はあるんです実は。監督が言う。現場が正解ですからね。あ、現場が正解。そう、その正解にを出すための訓練をするんです。 じゃ,じゃあこれをね 1+1 を2ねでも2を出すには監督は 4−2 を2っていうふうにやれって言ったら 1+1 じゃない方法を出せって言ったら違う方法を出すようにできるように訓練されてるんです我々はあだから日々のこう,えそうです答えは現場にあるんですけどもその答えの出し方をどうしたらいいのかっていうことができるかできないかですね。うん、あそれも、うん、なんでしょうねやっぱり サラリーマンやってると絶対こうであるっていう道筋がもう決まってるんでそこはやっぱりでもサリーマンもさ職種によるよね。まあ確かにそうですね、うん、と思うんですよ僕は職種によってだいぶ変わるよねやってるものに対して営業なのか、うん、それともうんだ部署とかによって違うし、はい、えと例えば生産する会社なのか流通する会社なのか、うん、いろいろあるじゃないります、ね、それによって変わるよね。 確かにそう考えたら役者っていう業界全部それがミックスされて凝縮されてるのかなっていうのが、ね、どうなんだろうねこれね映のテーマかもしれないね、まあ、どの世界もそうかなのテーマですよあの芸術に関係するものっていうのは、うん、どうしてもこうな、うんでしょうねこう 追求してていくっうんですかねやっぱり音楽にしても満足ない美術とか絵を描いたりとか作品を作り上げるにしても絶対終わりはないし芸事は一生続けなくちゃ磨き続けなくちゃいけないことなのではいここでこのレベルになったからはい終了ですっていうのはないですよね。あとこういうことかな要するにサッカー選手とか野球選手とかと一緒で子なんですよ。 自分の技術をいくらで買ってくれますかってことなんですよ。そうですね。そうだからギャラが少ねえよ。待って待って、お前の技術そのギャラに値してると思ってるのってことなんですよ。だからちょっと胸に。お前それで失業それたか <laughs> って。どうなのって。そういうことが求められるとは思うよ。あ、そうですね。技術職っていったら技術職かもしれないしね。な極端な話すると、うん、あのサラリーマンだとかまあ普通にお勤めね,ねしてる人たちは。 結構中にサボってて全然仕事してない人とかもいたりするじゃないですか女性も男性もまあね会社の組織の一部だけども俳優とかアーティストっていうのは子なんですよサボったら自分全部書いちゃうからねだけどサボっててもとりあえず決められたお給料は振り込まれるのね。まあその分時間を会社に売ってるわけだけどねんでそれで同じお給料なんだっていうね そういう不満もありますけどね。あるんじゃないですか？あお隣さんは <laughs> なんでこいつ <laughs> こいつ俺よりやってねえのに俺と同じ給料なんだよってあるでしょ？まあ泣きもあらずの時はありましたね正直。でしょ？なんでこいつこいつの方ができてねえでしょって。なんでこいつの方が先にあの修正するのとかあるでしょ？ああ同じ大学かとかさ。<laughs> なかなか答えづらいところでね。ねああそういうことってことはね多分。 それはそれでサラリーマンの世界大んだと僕は思うんだよね。あ、そういう意味だよね。まあ、序列とかもあるかもしれませんし、ん先に。入社したとかの。まあね。まあ、そういうこまあ、冒頭こんな長くなっちゃったけど、まあ。勝手に締めてください、<laughs> 平山さん。<laughs> はい。えー。まあ、すべてが凝縮された、この芸能界っていうのはすごい世界だなと今、今まじまじと感じております。冒頭は以上です。おい、ね こここすごい,すごいはい、おいラのここがすごいのコーナーです、ね。このコーナーはですね、言わないとわからないナビゲーターのすごいところを紹介しちゃうコーナーです。何がすごいかな僕ですか、ああ食事のコントロールとかがすごいのではないかと思いますえそれは何、あのカラー健康になるため、それとも何のためなのかな ま、僕格闘技をずっと大学時代からやってまして、うんうん、まそのためにやっぱり体脂肪率ある程度落としとかないと動きが悪いので、うんうん、ずっとそれを続ける維持するためにやってますねなるほどそれによって何か変わる変わったまあ体は軽いですね今でも体は軽い尻も軽い女性に声をかける言葉も軽い <laughs> なかなかそれも言われたりしますああそう <laughs> なるほどね あそうキキビはなどういううにんやっぱり炭水化物素がよくありがちなんですけどあまり取らないようにして、うん、糖質の制限も大体体重1キロあたり、うん、だいたい1.2じゃないかな何グラムだったか5から7グラムぐらいが僕の年齢だと適正って言われてて1日あたり300から4 2 0ムって言われてるんですけれどもそれを半分以下に。 抑えるようにとかは。それは毎日グラムで測るの？測ってます。理系だから好きなんだよ、そういうのは。野菜とか好きなん野菜とか肉を。はい。自分で？え自分ででも料理して。茹で野菜とかレンチンとかでできたりするので、大体グラムに見たら冷凍野菜とか書いてるので、またそれが結構楽しかったりして。これさ、理系の人が。お昼はまあ外出てるじゃないですか。でお昼は外食ですよね。外食ですね。ね、そうすると朝と。 夜,まあ、夜もでも外食っていうか,あれですかあコンビニのお弁当とかが多いですけれども、えー、コンビニの弁当結構カロリーとか、まあ、書いてあるけどもあれはあるよねあるんですけど大抵あのサラダとそのサラダチキンとか茹でた鶏肉ぐらいしか取らないようにとかねこれってちょっと疑問なんだけど<ー>結婚できんのあそうなんですよ。でやっぱり 天の声様がおっしゃった通り外食とかってお客さんとも出かけるシーンがあってどうしても一緒にご飯どうですかって言われたとき、ええ、行ったときが苦労して例えばさ彼女ができてたよ、はい、デートしたいねあのパフェとこれ食べたいのはい平山やまさんおいこれ食べたら何グラム何,何キロカロリーだよと思いながら食うしかないの <laughs> いや食べたことがないんですよ あ食べないの一緒に食べてって言われてもんんじゃあ例えば彼女は手作りでさ、はい、すんごいバターとさチョコマンともうごってごってのさこのカロリーがさ、はい、俺これ食ったらもうダメだろうというようなもう持ってきはい食べてね目の前で食べてくれなきゃいいや」って言ったら食べなきゃいけないんだけどそれをあの後で言おうと思ったんですけどシヤリスイーターがゆえに食べずに振られたことが<れ>正直何回かありますなるほどねあ<ー>これですよ己己がが大事なんですよ 人の愛なんかどうでもいいですよ。自分、自分だけ聞いて。人の愛いらない。<laughs> ね、自分の愛だけで、育うしたいわけですよ。まあ、まあ、まあ、言ってしまえば、ああまあ、自分を愛する男ってこと。ですねそういうことだったんですよね。<laughs> だよ自分を愛する男だよ、結局は。で、結局、あのお昼ご飯行っても。炭水化物あんまり取らないんで、うん、どうぞ、皆さんは気にせず食べてくださいって言っても。うん、そんなこと言われて、俺たちも食えねえよみたいな。感じになる。あのですね。えー えっと前回バニーで言った独善の人ですよ。ああ、違った路線の独善ですねこれね。自分が可愛い、うん、可愛いんですよね結局。うん、かあそっか。そう頑張ってる自分が好きというか。ああ<ー>。維持してる自分が。それさじゃあさその頑張るのはまああのいいと思うんだけど。偉い人ですね。<laughs> はい、そのさそ,、ね、その先は何かあんのその頑張った先はまあ四十五十六十七十八十なるわけじゃない。はい。 その先って何かあるの？答えっていうか何か何があるかっていう。いやないと思いますよ。<ー>多分自分。満足ですよ、ね。じ<局>頑張ってる美しい俺が好きみたいなそういうことですよね。そう,そういうことですよね <laughs> 結局は。ね、なるほどですね結局は。ナルオさんなんですね。なるほどですね、うん、間違いないこの喜劇に関しては。<laughs> ああ。 えでそれはあれですか <laughs> あの女性がお付き合いしてる女性が、はい、まあ手作りで、うん、例えばバレンタインとかでもね、はい、まあケーキなりチョコレートとか,、まあ、なんかクッキーとか焼いてきますよねそうすると一切口にしないっていうことですよね。で,でそれはこれからもそうなるいやだから最近は妥協して外食行った時も同じもの食べるんですけど夜は。 もう、これでもかってくらい筋トレしても、燃やすように努力はしてますね。ええ、ああ。じゃあ、あもしその、<laughs> ね、えっと、手作りのチョコレートケーキもらったら、はい、今は。食べる。今は、泣きながら食べると思います。心の中で。とりあえず一口とか、はい、全部は食べないですか。そうですね。<laughs> それがさ毎日続くようなことだったら、どうすんの。あの、俺が作るよと <laughs>、言ったりして。で、作るでしょう。ねえ、これ味が全然ないんだけど。 何この鶏肉だけってとか言われちゃうんだよ。<laughs> 言われちゃうんでしょうけど、うん、まあ君の健康のためを思ってね。何私が出るって言いたいの？そんなことはないよ。なるよね。<laughs> 何なの？まあそこなんですよね結局。ああそうすると広山さんは、うん。 あのこうなんて言うんでしょう甘いもの好きだったり、はい、ご飯大好きとか、うん、炭水化物大好きな女性とはお付き合いできないってことですかね。いい全然本人が好きな分はいいんですけどそれを僕に許、ね、するな,共用なければ大丈夫<ー>でもさ2人で食べた方が美味しいでしょってなるじゃない普通はねそうなってだんだんぎくしゃくしちゃうんですよねじゃあもしまあもしというかね、えー、将来結婚した場合には、はい、食生活は別々にしないとできない、ね、家庭内別居みたいな状態ですね 自分は自分あなたはあなたでそれかねボディービルを目指したり女性だったら常にそれを計算してやるから一番いいかもよ大会前なんかほとんどあれだもんねそうですねその代わり大会前自分がどんだけ疲れてるかつき合えなきゃいけないから摂取できないんだよそうなんですけどねそのまま僕もボディービルだになっちゃうかなみたいなあまりにもそのんてうんですかねそういうプロプロのレベルの高い女性だと 今度は逆にまたそれはそれで平山さん平山さんがねなんていうんですかストレスを感じるというかね <laughs> これ難しいよね,よねじゃあ山に聞くけどもその人生で一番大事なものって何だと思う？人生で一番大事なものですかあ自分が生きててやっぱり大事なもの地位名お金女性いろいろあるけどさ何が大事だと思う？僕の中では。 なんでしょうね、女性よりも。ま自分の名誉。名誉。みんな自分がこう、名誉ですよ。こう決めたら、こうやるぞみたいな。プライドですか。あ、プライドでしょうね。なるほどね。僕はね、思いやりだと思うんです。ぐさっと刺さることは言わないでくださいよ。あのね。あの、やっぱり人って一人じゃ生きていけないし。いろんな人に助けられてるし。 やっぱり思いやりって大事だなと思うんですよ。それは誰に対してもね。まあ、そうですよね、うん。それが人にとって大事かなと。プライドか。<laughs> あ,あの王子、王子発言した後ですごく。失礼なこと言わないでくださいよ。なるほどね。 北村さん、どうですかあ、拳にいってますよ。あ、お、かないな。すいませんでした。あ、また、あの、トイレ、トイレ、カート、トイレで、顔だけやめて、ボディにしてください。ボディに。すいません、お手柔らかにお願いいたします。まあ、まあ、そんなことですか?。はい、すごいことはね。ね。ということですね。はい。まあ、なので、食事、こんなんでもいいよって方、いたら、一緒に。やってみます?。無理。あ、無理ですか?。はい、では、おいらの、ここがすごい、のコーナーでした。 モテ男への道。はい、モテ男への道のコーナーです。このコーナーはですね、モテるために普段から努力していること、またこれは努力していこうという内容を紹介するコーナーでございます。あれでしょ。モテるよりもカロリー計算でしょ。

あるのかなというね。まあ月並みのことを言ってしまいますと、まあ肌ケアとか。肌ケア。あれ？大事ですよ。大事大事。具体的に何をしていますか。そうだね。もちろん出社する前とか洗顔皆さんやられると思うんですけど、その帰ってきた後のケアとかで、まあ一週間疲れたりすると、まあ顔だけじゃなくて頭皮とかも結構つ。まああなんでお湯で軽く洗った後炭酸水 かけて無糖の、うん、それちょっと汚れを浮かび上がらせて、うん、まあクレンジングじゃないですけど、うん、そういうのをやるようにはしてますね、うん、なんかね一応普段のあれは、うん、肌ケアとか、ね、もちろんハンドクリームとかはつけますけど、うん、まあそれもあと男性用のローション まあ、ローションというかあの化,粧水化粧水だと足りないとこあるんでクレンジングとかは女性用のものが売ってるじゃないですかそれも使ったりし,、えー、してますね、えー、あと顔だけじゃない首周り全体とか耳の裏とかもあれ2丁目の方ではないんですよね違いますよ <laughs> あそうですかもともと乾燥肌がすごかったのでまあ姉と妹がいるんですまあさんざんボロカスに言われまして そんなんじゃ持てないよって言われて、そうか、じゃ持てない理由はそこじゃないと思うんだけど、ね。あもう嫌いですか、ね <laughs>。計算がひどすぎてね。計算が<の>カロリー計算。計算うん、いやあのねこの男の生活を黙って定点カメラつけてみると面白いかもしれないですよ。うん、あ何やってんだろうっていうね。 頭に炭酸水かけてねかけてあお風呂上がりは鏡でフルチンのままですよ自分の体が転勤しだしますからなんでわかるんですかでしょ。転勤しだすよはいはぁはぁはぁってね胸筋い。胸筋が頑張ってるな胸筋やりますよねま、筋トレチョコとか見ますね張りの具合とかはよーし頑張ってるなタンパク質タンパク質スニークの会話ですよね本当に。これさ あとね、白山さんってあのプレゼントをするのが大好きなんです。ねまあそうですね。してくれます。寄り添ってもらいたいっていうのがありますよね。多分そのプレゼントをしている送人にこう送ってる自分が美しい美しいなっていうね。なんかちょっとそれでこうなんて言うんでしょうね。満たされた。なんかうんなんかうんそうそうそう。切り込んできましたね。だんだん。まあでも。 喜んでもらえる顔ってやっぱ最高の贈り物じゃないですか奥田側からしてもまあね。じゃあ例えば相手がありがとうちょって言ったらどうするのあああいれちょっと違うなと思って傷ついて帰ると思います傷ついちゃうんだよねまあ結局乙女心があ乙女心じゃないかおじさん心がおじさん心がね <laughs> あそうはまあ喜んでもらえるかなとか相手のことを考えてやる プレゼントしてるのに、それが意図をせずもの送っちゃったんだったら、あ、申し訳ないなと。あ、思う。自分の方が申し訳ないなと思うのね。結局不要なものを送っても、ゴミになるだけなので。ああ、なるほどね。うん。でも、それ気持ちだからさ。僕思うんだよね。そ,ねそれはね。まあ、なんとかな、気持ちを受け取れないやつも、受け取れないやつかなと思うんだよね。うん。や、考えると。う、まあ、それはそれで。 平、あのー、山さんは自分を美化してこう、うん、俺が悪いんだよ <laughs> 全て俺が悪いんだよ <laughs> あ,あ雨に打たれてる俺かっこいいみたいなちょっとワインでも飲みながら <laughs> 俺のこの哀愁誰か感じてくんないかな <laughs> おっとそこに女性が見てる見てるでも、まあ、んでねこんな感じでしょね<ー>あらららららそれすらも利用しちゃう <laughs> これってかっこいいどうじゃね これあんまね、へこまないかもしれない。あ、不幸があれば、ある数だけ、なれ、何もなれるから。うん。まあ、ポジティブな考え方。逆に言うと、このおじさんは、エモオクなんですよ。うん。喜びなんですよ。ええ。すべてが。すべて。ああ。そう。俺がいけないんだよ。どうですか、これ、もああ。でもね。そんな反面、キーってね、どっかでね、衝突するとかあると思います、僕は。 冗談、えー、じ,じゃないわよあらっつってね。ちらっとこう、ね、周りから聞いた話だと優しいすごくこう女性とかに優しいらしいんですけれどもそれは実際上辺でこう上辺というか何て言うんだろうな えっと、みんな、みんなにこう優しくしてるんだけど、それが。本、本当にその本人にとっての、相手にとっての、優しいんではなく、なんか優しくしてる自分が。かっこいい。なる。優しいだろう。優しいじゃん、俺。なんていいやつ、俺最高んか、その、あの。その党の女性からすると、あれ。なんか、私のこと、本当に。 考えててくれ優しくしてくれてんじゃなくて自分は酔っちゃってるじゃんだから優しそうにしてそうて優しいってひょっとしたらね女性の気持ちもあるのかもよ平山君はあのね昔ね2丁目のとこをね僕の当時部下だったやつを連れてったんですよすげえ男らしいの「はい荒井さん行きましょうか」つって連れてったのよほんでカウンターで飲んでたらママというかパパというかママがだよ。ですね井ささん これ、いるじゃん、隣の。ああ、僕の連れてきたのって言ったら、うちの世界だよって。何うちの世界いや、どういうことです俺、こんな格好してるけど、本当はね、隠してるって。もう見てて喋ってたら分かるもん。って、ゴールになっちゃってさ、いや、そんなことないっすよ。違うわよって言ったんですよ。映っちゃった。違うわよって、お前、こいつがそんなこと言うんだ映ったというよりももう、本庁が出ちゃった。だからね、彼をですね、そういうプロの、 もっとおかしいの起こらじゃねそういう人たちがね、ちゃんと見ればね、見に抜くんですよやっぱり。ああ。で、ねね僕もそうかなって言ったら、あんた違うよって僕は言われたんだけど。あんた誰だよな。好きな女だけだろって言て、すみませんっつってね言ったんだけども。ああ。それでくるね、意外にね、この女性女性的な考え方もあるかもしれないですよね。そう。 だからねこれはねちょっとねあのモラハの件でね女性と付き合った場合ねその分分かる分、うん、それがあだとなることがあるのかもしれないよあだですかうん,、ね、うんそのやった行為が女性の気持ちが半分女性だから分かる分良<あ>かれと思ったことが逆になるってことあるかもしれないあなるほどああモラハの件なんですだからうん難しいですねこの際化粧してみる <laughs> そっちじゃないか <laughs> でも嫌いじゃないでしょ化粧すんの いやあんまりなんか皮膚呼吸できない,のるんでい,い。例えばだよ。例えば、こう <laughs> アイメイクでなんだしてみて。はい、あら。美しいかもと思った瞬間さ。ちょっと化粧やろうかなと思っちゃうでしょあかもしれないですか、ね。でしょ。手とかマニキュアとあれ。美しい手だなと思った瞬間。うん、ちょっとあの女装してみようかなと思う気になる。<laughs> <走>いや、これはね、あのあほら、よくさ、あの、はい、世の中でさ。 この助走するだからかわいそうにさ奥さんがいて、はい、奥さんには言えないしたっていうそういうちょっと肩身の狭い人もいるわけですよ。すね、そうするとロッカー借りてさ女装して、まあ、1週間に1回こう自分の好きなことをやるっていうのも目覚めるかもしれないんですよ秀山さんは。意外なところから可能性はあるそれがあのいい悪いじゃなくてそれは自分の本当の姿だから本当の自分で生きた方が僕はいいと思うんですよ。 なるほど多分ね平山君はねよろいをね結構ねこうきちゃうから、うん、全部剥がしていくと本本当当の自分じゃもう本当は出してないんですよ <laughs> あれ結構いろいろ今日ボンボン出してたつもりなんですいやまだまだまだ本当の自分を出せないでるのかもしれない、ま、かわいそうにかわい,そういや,いやだって自分らしく生きれないかい,、ね、<laughs> いろんな事情があって自分らしく生きれないっていうのはかわいそうじゃん。 まあそうですねいろんな事情があるかもしれません俺、ねうん、は男だからこうしていかなきゃいけないっていう定義はねえわけだからねえわけだからないわけだからでもねやっぱりね、うん、平山さんの、うん、まあ本当の本当の姿っていうかね本来の姿は、うん、あれですねやっぱり顔さっきのお話で、うん、鏡の前で、えー、すっぽんぽんで <laughs> あの自分をね見て。 ほってねだってさ前に前にあの社会コンビでやってたお芝居でふんどしはやかすたじゃんふんどし喜んでたもんねもっこいいってあ美しいみたいな感じでねもうねササリーマンがここまでやるんだみたいなぐらいもうのめり込んでたよねあらって俺その時一緒あらって思ったのよあらって何しょてたんだ自分を縛ってたんだ何かでって。 あなるほどねそうお芝居もねお芝居もうちでやりたいって、ねねね、言うのは自分の何かを縛ったのを解放したかったんだよ。ね、あなるほど息苦しいんだよ。別の,、ね、別のこう自分になって。そう、ね、本当の平山くんはだよ。ね、多分女性らしく美しい自分でいたいとかさあるかもしれない決して悪いことじゃなくて俺ね自由になった方がいいと思うよ素直になって。 あのね松下幸之介さんがね「素直,素直な気持ち、ね、の心」って出してんだよ、うん、本をそれ。それ言葉じゃなあるの本がちゃんと書籍あって僕はあの年に何回か開くんだよ「そのはい、素直な心」って大事だよなってことで初心に書いてねそれ読むとね、はい、いいかもしんないよ。 次会会った今度うね、スカトいてるかもメイクして「おい誰だ君」って「あ平山です」って「よかったな」っつってもやっと自分になったからってやっと自分に帰れたなって三十数年まさか原点回帰がこんな場所で来るとは大変だっただろつらかっただろやっと自由になれたもねっつっても俺それでいいんだよって人生短いぜ今しかないよっつっても俺 <laughs> <laughs> そんな感じでね、どんどん時間が過ぎちゃって、ごめんねさて、えーと、モデルというか、本性を表すコーナーになりましたが、次回の、まあ、そこはナビゲーターの方にお任せします、このコーナー、以上です。<music> はいあっという間にエンディングでございます総評のほどお願いいたします。 いや素直な心を持ってたね会合してほしいなと思います。いや今日はねあのいい会でしたね。いい会ですよ。広山さんをねこう少しこうね楽にさせてベルを楽にさせたかった剥がしたと言いますかね。そうね。頑張ってください。やっとこう上半身が裸になったあと下半身だな。こら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 頑張ってください。はいありがとうございます。 さて、えー、フォルツァではさまざまなレッスンプランを用意しておりますので、えー、ここに一緒に立ってラジオ収録も可能ですのでぜひ皆様、えー、フォルツァのホームページを見てください荒井まさかずで検索していただいても出てくると思いますさてあっという間に終わりとなってしまいましたが次回また荒井まさかずのスパルタ学園お楽しみにこの番組はフォルツァの提供でお送りしました。